はい、こんにちは、団長です。今日はいつもの通りチャートギャラリーを使って9064のヤマトホールディングスでトレードしてみたいと思います。はい、では今日も行ってみましょう。今日はこの辺りから。はい、時は2005年ですね。2005年の12月2日の金曜日です。まず移動平均線見てみましょう。下から紫、青、緑、赤ですね。綺麗なパンパカパンです。赤の移動平均線が波を打つような状態でずっと上がってきていますね。今一応下半身つけたといったところです。はい、価格の節目ですね。大きな2000円を超えたところで引けてるといった形ですね。一応パンパカパンですので、打診買いからしてみたいと思いますが、まずはですね、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、移動平均線ですね、紫と青がほぼ重なっているところです。ここですね、紫と青が重なってて抜ければパンパカパン完成ですね。前の高値が少し気になりますが、まだですね、引き続き上昇トレンドかと考えております。ということですので、やはりですね、まずは打診買いからしてみたいと思いますね。では行きましょう。月か、いいですね、抜けてきました。次のポイントとしてはこの前の高値ですね。ここを抜けるかどうかですね。水、抜けてきましたね。抜けてきたんですが、陰線をつけてるといったところですね。始め値が2070円ですね。ここの頂点が、ここですね、2070円ですので、ここが揃ってるといった形でしょうか。まだパンパカパンですので、引き続き持ってもいいかなと考えております。いきましょう。木。ちょっとここで2陰線ですので、一旦ですね、ここは手締まってもいいかなといったポイントでしょうか。団長はですね、ここでエントリーして、ここですね、寄り付き、寄り付きなので2000円ですね。2000円から始まって引けが、2015円という形で、ちょっとですね、ここ危ないかなと思いますので、一旦ですね、手締まりしておきたいと考えております。はい、では引き続きですね、また下半身出るまでのポジでいきたいと思います。いきましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、もう少しですね、間もなくパンパカパンといったところでしょうか。という形になりますので、次の下半身ですね、狙っていきたいと思います。では行きましょう。月。一応出ましたね。もう一度トライしてみましょう。打診買いから行きます。火。水。ここで打診買いしたんですが、逆下半身ついてしまいましたので、一旦ですね、団長はここはですね、土天売りしてみたいと思いますね。まずここで打診買いから打診売りに切り替えたいと思います。いきましょう。木、いいですね。金、しっかり取りました。週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、大きく下がってきてますね。このあたりですね、価格の節目ラインがあるような気がしますので、戻ってくる可能性は高いですね。という形になります。上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。あと1日見てみましょう。月、ここで一旦手締まりですね。手締まりしたいと思います。団長はですね、この逆下半身見てエントリーして、今ここまで取れたといったところですね。一旦ノーポジに切り替えたいと思います。では引き続きいきましょう。月、火曜日ですね。水、復活しましたね。木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。切り返してきてますね。パンパカパンになりそうなので、もう一度ですね、上値ですね、ここの天井を目指すかもしれませんね。引き続き、ちょっとここは下半身ですね、買いエントリー入れそびれてますので、様子見からいきたいですね。いきましょう。火、水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、紫と青ですね、完全に一致しているところで重なってますね。ここはもしかしたらこれで下落してくる雰囲気あるかなといったところでしょうか。赤の移動平均線ですね、ここまでは綺麗なトレンドライン描いてたんですが、これを割り込んでしまいまして、その後ですね、トレンドが完全に切り替わってますので、ここはですね、一旦打診売りしてもいいかなといったポイントでしょうか。ちょっと2000円をですね、節目として下落する可能性もありますので、一旦ですね、ここは、少しリスクあるんですが、売りで攻めてみたいと思いますね。では行きましょう。月、水曜日ですね。木、金、月、いいですね、しっかり取りました。今ですね、2006年の1月10日の火曜日ですね。今団長はここのところですね、この逆下半身に目をつけて売りエントリー入れてます。寄り付きですので、1984円ですね。1984円から取ってるといった形でしょうか。上から数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9 といったところですね。一旦ここで手堅く手締まってもいいかなといったところですね。
ちょっと迷います。1900円ですね。ここの前の高値ですね。ここの下値に揃ってきたところまで来てまして、少しひげつけてますので、団長はですね9の法則を使って一旦ですね、ここは手堅く利確したいなと考えております。はい、では引き続きのポジでいきましょう。水木、割ってきますかね。1900円割ったら売りエントリーですね。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、パンパカパンになり始めて、今ですね、赤の移動平均線が右肩下がりになってますので、次狙うポイントとしてはですね、やはりこの押し目買いですね。週足ベースでの押し目買いを狙っていきたいなと考えております。ここはですね、一旦ノーポジでですね、静観していきたいなと思いますね。では行きましょう。月、火、1900円割りましたね。水、これは下落確定かもしれませんね。上から数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、紫割ったら、エントリーかもしれませんね。ここはノーポジでいきたいと思います。木、金、やっぱり割らなかったですね。週足見てみましょう。はい、週足です。刺さってますね。緑の20周移動平均線にしっかり刺さって戻ってきてるといった形になりますので、ここはですね、押し目買いが入ってきてもおかしくないかなと考えておりますね。もう一回ですね、下半身つけたら買いでエントリーしてもいいと思います。では行きましょう。月、行きましたね。紫にしっかりサポートされてますので、これ割っちゃうまでは一回買いエントリー入れてもいいかもしれませんね。上から数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17日経過してますので、一旦ですね、ここは団長はですね、打診買いからスタートしてみたいと思います。では行きましょう。火、いいですね。水、木、しっかり取れてますね。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、やはりですね、狙った通り赤の移動平均線下がってきてはいたんですが、緑の20周移動平均線にサポートされた下半身が出てきたといったところですね。終値ベースでと見ても2010円と超えてますので、ここはですね、やはり、上昇目線で見てもいいかなと思います。移動平均線もパンパカパンになったといったところですね。はい、という形になりますので、団長はですね、ここで下半身ですね、この下半身で打診買いをして今ここまで取れているといったところですね。相場先生の9の法則を使うとここからだと思いますので、 1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。あと1日行きましょう。月、いいですね。前の高値に揃ってきたといったところです。あとはしっかりですね、利益取れてますので、次の陰線出るまで持っていいかなと思いますね。行きましょう。か、ここでもう一度ですね、上値ですね、ここの天井にぶつかっている雰囲気もありますので、団長はですね、一旦ここはですね、手堅く利確したいと思います。はい、では引き続きですね、ノーポジで見ていきましょう。水、木、金、ここは2000円割らない雰囲気出てきましたね。上昇するような雰囲気がありますので、次はですね、また下半身出るところでエントリーしてみたいと思いますね。引き続きいきましょう。月、下半身出ましたね。一旦ここは打診買いからいきたいですね。それなりにですね、今ここでしっかり利益取れましたので、ここはですね、しっかり打診買いしてみたいと思います。で、狙いとしてはですね、この高値ですね、この辺りの高値を抜けてくるといったところを、狙っていきたいなと考えております。ではいきましょう。火、水、抜けましたね。木、しっかり抜けてきた。金、いいですね。週足見てみましょう。はい、週足です。ここは本当に相場先生のですね、教科書通りの形ですね。ずっと上昇してきて、一旦押し目をつけて上昇したといった形ですね。綺麗なパンパカパンになってます。週足ベースでパンパカパンで、日足ベースでもですね、パンパカパンになってきたといったところですので、完全にですね、ダブルパンパカパン状態です。あとはパンパカパンのオペレーションですね、そのままいきたいと思います。月、いいですね。火、水、ここで2陰線ですね。ここまだ赤の移動平均線が右肩上がりになってますので、もう1日見て、陰線がついたらですね、利確したいと思いますね。いきましょう。木、これで利確ですね。団長はここですね、この辺りでエントリーして、ここですね、しっかり取れてきたといったところですね。かなり利益出てるかと思いますので、一旦ですね、ここで利確したいと思います。はい、ではですね、またノーポジでいきたいと思いますね。次狙いたいところは、これ下落してきてくれて、緑のですね、20日移動平均線にサポートされて下半身が出たところ、この辺りで買っていきたいですね。今ダブルパンパカパン状態ですので、売りエントリーはですね、控えたいと考えております。ではいきましょう。金、
月、いいですね。もう少しですね。火、いいですね。水、木、出てきましたね。これが下半身ですね。この下半身出てきてますので、一旦ここで打診替えしたいと思いますね。では行きましょう。金、いいですね。週足見てみましょう。はい、週足です。2200円ですね。2200円を抜けるかどうかといった勝負になってきそうな雰囲気ありますね。という形になってます。今、団長はこの下半身でエントリーして、今少しだけ取れてるといった形ですね。ダブルトップをつけて下落する危険性はありますので、そのあたりをですね、注意しながらトレードしていきたいと思います。では行きましょう。月。ちょっとこれはダブルトップっぽいですね。どうしようかなと悩むところです。1回当たって下がってもう1回トライしたんですが、下落してきてるといった形ですね。始め値が2230円、このあたりの頂点が2230円ですね。完全にダブルトップになってますので、そうですね、一旦ここは不穏な動きもあるので、これで一旦利確しておきたいですね。団長はですね、ちょっとここは危ないと思いますので、一旦利確したいと思います。またですね、下がってきて次の下半身ですね、パンパカパンの中での下半身でエントリーしていきたいと考えております。では行きましょう。火、水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。一応週足ベースで見るとまだ上がってますね。下から数えてここからですね、 1,2,3,4,5,6,7 と7週目といったところでしょうか。これはまだ買いで、狙っていきたいというところもありますね。上昇トレンドの中にはいますので、次の下半身で打診買いですね、行きたいと思います。では行きましょう。月、これを下半身と呼ぶかどうか非常に難しいですね。半分いってるかどうか、ちょうど半分ぐらいの形ですね。2200円を超えてますので、団長はですね、一旦ここはですね、打診買いからスタートしたいと思います。では行きましょう。火、いいですね。水、木、金、しっかり取りました。週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、やはり強いですね。赤の移動平均線しっかり伸びてきているといった形ですね。綺麗なパンパカパン描いてますので、やはりですね、このあたりはダブルパンパカパン状態ですので、売りは入れずにですね、下半身が出たところでしっかりオペレーションですね、エントリーしていくのがいいかなと考えております。団長は一応この下半身ですね、下半身を見てエントリーしてますので、まだですね、今しっかり取れているといったところです。ここまで来ると、あとはですね、2陰線出てくるか逆下半身ですね、このあたりになるまではキープしていいかなと考えておりますので、2陰線出てきましたね。ただし赤の移動平均線が、まだ右肩上がりになってますので、もう一日我慢しましょう。水、木、これでちょっと頭がですね、右肩下がりになってきてますので、一旦ここでですね、団長は利確したいと思います。ではノポジでいきましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。そろそろかなといった雰囲気ですが、まだパンパカパン中ですので、ここはですね、絶対売りを入れずにですね、このまま様子見したいと思いますね。では行きましょう。月、火、水、並んできてますね。木、抜けたらエントリーですね。月、抜けましたね。ここで抜けた下半身できてますので、もう一度ですね、ここは買いエントリー入れてみたいと思います。では行きましょう。火、水、木、2400円、金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、下から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11週目ですね。まだまだ強いぞといったところですね。結局ずっと持ってればよかったんですが、やはりこういったところですね、エグジットポイントになってくるかと思いますので、相葉先生のですね、教えの通り基本動作でですね、しっかり習ってエントリーしていったといったところで、かなり取れてるかと考えております。はい、ではですね、引き続き買いポジションですね、ここの打診買いから買ったと思いますので、このあたりからですね、引き続きエントリーしていきたいと思います。2400円超えましたので、追加でもいいかなと思いますね。では行きましょう。月、いいですね、しっかり取れました。火、そろそろ天井か。水、木、もう少し行きましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。一気に飛び抜けてきてますね。どこまでエントリーしていいかがちょっと難しくなってきましたね。ここは陰線勝ちですね。陰線、コマ、陰線、陰線と出てきてますね。逆下半身になるまで持ってても、しっかり利益今出てますので、
もう少し我慢してみましょう。月、火、これはもういいかなといったところですね。陽線陽線と出てますので一旦利確してもいいかなといったところなんですが、この陽線がですね陰線だとですねしっかり利確するんですが、もう一日見ましょう。水、やっぱり聞いちゃいましたね。はい、という形になりますので、ここはですねやっぱりここ移動平均線横並んでて陽線なんですがあまり元気がないので、やはりここでですね利確しておくべきでした。団長はですねちょっと持ちすぎたかなといったところですね、ちょっと反省のポイントだと思いますね。はい、ここはですね相葉先生のしっかり教えの通りですね、2陰線ついて右肩下がりになったらですね利確した方が良かったかなといったところで、少しですね、反省するポイントだと思いますね。一旦利確したいと思います。では引き続きいきましょう。木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。陰線ですね。上ヒゲが出た後の陰線ですので、下がってくる可能性があるかなといったところですが、今ですね、まだダブルパンパカパン状態ですので、売りエントリーは入れられないかなと思います。2400円割って、緑と赤がクロスしたらですね、売りエントリー入れてもいいかなと考えておりますので、それまではしっかりですね、様子見していきたいなと考えております。では行きましょう。月、下がりましたね。これでパンパカパン崩れを起こしているかもしれませんので、そうですね、打診売りしてみましょう。行きましょう。火、危ないかな。水、逆日台狙いたいですね。木、来ました。金、いいですね。週足見てみましょう。はい、週足です。狙った通りですね、下がってきてますね。これはなかなかいい形でしょうか。上がってでパンパカパンで崩れて軽く上がって下落ですね。本来ここであまり我慢しちゃいけなかったかもしれませんが、ここはですね緑にブロックされてたので我慢しました。で次の日陰線が出たので、ここはですねこのままキープでいいと思いますね。でしっかり取れたといったところです。あとは紫割れをするかどうかですね。上から数えて 1,2,3 ですね。まだ3日目といったところですので、このままですね売りはキープしていきたいなと考えております。では行きましょう。月、いいですね。火、水、上から数えて 1,2,3,4,5,6 ですね。ここから数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9、ここは青のサポートラインにサポートされているような雰囲気もありますね。もう一日見ましょう。木、陰線ですね。はい、ということなのでもう一日見ましょう。金、ここで一旦利確した方がいいですね。ここ赤の移動平均線が少し右肩上がりになってきてますので、まだですね週足ベースだとパンパカパンですので、団長はですねここは一旦利確しておきたいなと考えております。はい、では引き続きですね見ていきましょう。下落してきますね。ここは下落トレンドラインがあったということの判断で持っててもよかったかもしれませんね。ちょっと残念です。もったいなかったですね。ずっと下落してくるといった形ですので、このあたりはですねしっかり取れるように、団長もですねこれからしっかり練習していきたいなと考えております。はい、以上今日は9064のヤマトホールディングスでのトレードでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。